さて、イムたちはどこだ？すでに祝杯でもあげているかもしれんな。絶対に私たちを待っててくれてますよ。確かにそうだな。じゃあ！なんだ今の悲鳴は？劉備の声か？雅さん、あそこを見てください。巨大な影が。ほほほほーい、やっぱりこれ絶対楽しい。何事だこれは。リョーナさん、どうしてこんな巨大な姿に。気をつけろ紫、下手に近寄ると踏みつぶされるぞ。優勝商品で巨大になれる薬を頼んだのよ。前に一度なった時のことが癖になったみたい。ふーん、みーなりんこさんみたいだよ。もっと暴れちゃえ。前に巨大化した時はどう手を打ったか覚えているか。とりあえずぶったたいたんじゃなかったっけ。そしたらリョーナの体からプールの水に薬が染み出してきて。それだ、リョーナにありったけの水をぶっかけろ。それで体から巨大化成分が抜けていくはずだ。もうあんたは最後まで迷惑かけるんだから。
やったぞ、成功だ。リョーナの体が縮んでいく。にはド M も逃げ出すという超絶スペシャルなお仕置きをしてあげるわ。キャーン、絶対楽しみだよそれ。やれやれ、これで完全に終了だな。お、どうしたんだ紫、メモ紙なんか破いて。このメモが本物だったかどうか、そんなことはもう関係ないの。お姉ちゃんはみやびさんが一番でもいい。私にとってはお姉ちゃんが一番だから、それでいいの。何を言ってるんだよ、おかしなやつだな。紫は別におかしくないわよ。だってイムにとってみやびが一番なのは本当でしょ。違う。みやびは一番好きな仲間、紫は一番大好きな妹。それじゃあダメかな。ダメじゃない、ダメじゃないよ。ありがとうお姉ちゃん。これで一件落着だな。いいえ、新たな問題が勃発よ。イム、あんたにとって両備は何番なのよ。まさか2番とか3番じゃないわよね。あ、当たり前じゃないか。両備だって大切な仲間だからな。両備は一番信頼できる仲間だ。それなら許してあげる。リョーナちゃんは？リョーナちゃんは何番なの？リョーナはほらあれだ、一番変態な仲間。キャイーン、すっごく嬉しいんだけど。そうかならよかった。終わりよければ全てよしだな。さあ帰ったらすぐに修行を始めるぞ。私たちはもっと強い忍びにならねばならない。蛇女の誇りを、悪の誇りを舞い掲げるために行くぞみんな。ああ、